小さくてもいつも元気、重森さとみ。2013年どの回も一色しか出てきてないんですよ。そうなんです。なんで、今回はきっちり3色コーディネートして、このコーナーがやらせじゃないぞっていうところをアピールしたいと思います。それ以外でもやらせだと思われてません。とりあえず一色コーデは避けたいです。2回勝ちたいだから。そうですね、今年こそは2色以上ゲットしたい重森。え、安い、3990円。これ下ゲットしといたら後の戦い楽じゃないです。でも デニム履いたことないんですよね、テレビとかで。こう行ってみようかな。もしかしたらかっこよくなるかもしれないし。デニムを中心にかっこいい重森を目指すことに。あ、1490円。これ2490円。でも重森ちゃんっぽくないのはこっちですよね、大人っぽい。じゃあこれにしよう。うん、なんか着たことないからいいかもです、こういうの。アクセサリー買おうかな。これとかグレーじゃないんですか。シルバーって言われるかな。これパイソン、パイソン柄か。ダイソンは何でしたっけ。あ、そっか、パイソン。ここで20分間の制限時間が終了。まだまだチャンスが残る3番目は重森さとみ。5000円でショッピングしたいものは何色の何。グレーの靴と、グレーのデニムです。なるほど、ちょっと渋い感じじゃないですか。そう、おしゃれにちょっと大人っぽく行ってみようと思ったんです。あ、なんか新しい重森を見せていきたい。そうです、そうです、そうです。なるほど、ショッピング成功です。やったー、完食しとれちゃう。今日は取れちゃいます。新しい重森を見せちゃう。誰が負けるんだろう。怖い。やっぱ一回勝ったらやる気出てきた。無事に一食目をゲットし、余裕の重森。お茶目さとは対照的な大人なアイテムを探す。1490円、安い。あ、惜しい。3490円、490円オーバー。 あった。ああ、見ちゃった。本当に何ですか。これしかも A セールじゃなくて、この価格1190円、安すぎる。これ赤でしょ。でもお腹見えそう。あ、1990円。これも赤でもいいよ。まあバーガンディだけどね、正解。久しぶりの2色目ゲットなるか。重森さとみ。何だっけ、白じゃない。3000円でショッピングしたいものは何色の何。赤のネックレスと、ああ、これですね、赤のトップスです。ほう、シャーピン成功です。楽しい、楽しいでしょ。楽しすぎる。勝つって楽しい。最終戦は上限7000円、15分間。今回絶好調の重森はかっこいいコーデを完成させるべく、黒のアイテムを探す。2990円、かわいい。これとかもう全然着たことないもん。5490円、さっきの方が安いですね。しかもお値段1490円。これもいいですね。このまま3連勝なるのか。最終戦ゲットできなかったのは重森。あなたがなぜいなでショッピングしたいものは何色の何。ブラックのライダースと。かっこいい。ちょっと重森ちゃんっぽくないでしょ、うん。だから見せたいんです、どうしても。それを着て、おで、ブラックのバッグです。ちょっと大人重森ショッピング失敗です。ゲロゲロ。そこ受けてる本当に。重森さとみ19314円のお支払い。